97式水自自動車は、1930年代中後期に、大日本帝国陸軍が開発、正式採用した、自走式の水自自動車。本社の用途は、自動車か不評部隊など、機動力がある、第一線部隊に随反しに多機作業を提供する、ことであった。その運用思想は、後進の自衛隊にも共通しており、 本社と同じくトラック改造の自走式水地自動車で、ある航空自衛隊の水自車や、牽引式である陸上自衛隊の野外水軍がある。車台のベースとしては、同時期の帝国陸軍主力トラックである94、式6輪自動貨車を使用し、その荷台に水自設備を搭載した。動力とは別に発電用のガソリンエンジンを搭載しており、これを電気炊飯器の電源としていた。 炊飯器は木製の箱の両端に電極をつけた単純な構造なため炊き加減がばらつきやすく関連の危険があるなどの問題もあったが炊飯を終えるとそのまま保温に移行することや単純なため故障しにくく走行中でも炊飯できるなど手間がかからない設計であった炊飯器のほか、汁物用の釜を別に搭載しており味噌汁などの調理も可能であった 炊飯能力は1時間あたり走行中で400食、停車中で500食、汁物の調理能力は1時間あたり750食だった。また、水を沸かす能力は1時間あたり、バーナー使用時で200リットル、予熱及び電熱使用時では250リットルであった。水槽の総容量は540リットルである。車台、交流発電機、煮え水装置、炊飯装置、 二重装置、排水装置、車体と付属品から構成されている。94式6輪自動貨車をベースに、車シを後方へ50センチメートル延長する回収を加えている。全長点3 8メートル、全幅2.1メートル、全高2.8メートル、全重は4800キログラムである。か 付属品として 1200kg の装備品があり、これらの総容積は約10立方メートルであった。車体上に炊事作業スペースを設けており、外観形状はワゴン車スタイルである。前方に機関を配置、一段高い運転室の背後は、そのまま機械室と炊事室を収めるキャビンとなっている。キャビンは、鋼材で頑丈なフレームを組み、適に木材で補強した後、外側を、 鉄板、内部をアルミ板で板張りした。内部には運転室と機械室、水事室が設けられた。運転室の両側と車体後部に出入り口が設けられている。天井には2箇所、大型の通風窓が設けられた。発電装置は交流発電機を縦型4サイクル、4気筒の水冷ガソリンエンジンで稼働させた。性能は、 毎分1500回転で 40HP である。交流発電機は、開放型回転回開式の手記、同形式の零時期が搭載され、手記は出力29馬、零時機は出力500ワットであった。電力は、配電盤と配電装置によって操作された。配線設備は、見え水用に1回路、炊飯用に1回路、車外での炊事作業用に2回路を設けていた。 煮え水装置はガソリンを燃料とするバーナー、または、気管予熱利用で水を沸かした。バーナーを使用する場合50リットル入りの水を30分間で沸かす。燃料は15リットル入りのガソリンタンクが2個用意された。気管予熱利用の場合は循環ポンプで、気管冷却水からの熱を2つの水槽に、熱交換し、あともう1つの水槽へこの温水を移して、沸騰させた。 水槽容量は3つ合計で440リットルである。炊飯装置は、炊飯棚、炊飯ビ炊飯コードから構成される。炊飯棚は、車体の両側に並べて設置された。3個が3段に置かれ、合計で、棚18個を格納した。炊飯ビは40個が用意された。これは室、電極外、電極板から構成され、 直接通電による加熱で炊飯するもので、一つあたり25食分を調理する。この炊飯筆に電気を分配するのは、長さ1メートルの炊飯コードであり、炊飯用コンセントから電極外へ接続された。炊飯筆は、長さ57.2センチメートル、幅40センチメートル、高さ21.8センチメートルの木製の箱である。両側面には、紐で、 持ち手がつき、電極のついた極外が用意されている。この炊飯室の中に水と米を入れ、電極板を挿入して上部から極外を覆いかぶせる。極外は炊飯筆にぴったり合うように作られており、両端に6箇所の端子が設けられ、隅にソケットがついている。ソケットにコードをつなげて通電すると、米と水が抵抗となって発熱し、自動的に炊飯される。 煮汁装置は服飾を調理するもので煮汁室10個と投げ込み電熱器6個が用意された投げ込み電熱器はニクロムシーズ線から熱を発生した容量は4キロワットである煮汁物は1つで75食を調理できた排水装置はポンプを装備して車外から給水できるまた車内の水槽から煮え水管へ用水できる 本社の開発の必要が生じたのは1919 19年のシベリア出兵の時であった。大量水事をするために蒸気式の水事車を投入したが、国間のために作業に困難が多く、実用化には至らなかった。このため本格的な軍用水事車の開発が必要とされた。この後陸軍では各種熱源を用いる国間でも機能する大量水事用の車両が、 追求された。以後、自動車化部隊が整備され始めると、これに追随して、食事を提供できる車両が必要となった。1934年8月、94式6輪、自動貨車に炊飯、煮え水装置、給水装置、発電機を搭載し、94式水自自動車を試作した。1935年2月には、富士山6で実用試験を行い、 結果は、良好だった。同年4月の軍事演習にも本社は帯同し、航軍艦の水事休養を行った。細部に改修点が見つかり、同年12月、改良を施した95式水事自動車を試作した。1936年2月には、不評、第2連隊混成第1大隊に配属させて、休養を実施した。同年12月には、 北満州での試験に基づいて96式水自自動車を試作した。成績は良好であった。1937年5月には付属品を整理、二 a 水管の位置を低める紹介集を加え、97式水自自動車として完成した。これにより審査を終了し仮正式を上進した。試験時、自動車下部隊にも帯同でき、 適時に温かい食事を提供できる本社は実用価値が極めて大きいと評価されている。本社は炊飯能力や復食の調理能力が大きく、水の凍結するような寒気においてこの能力が非常に役立った。炊飯に関しては成績良好であり、不満とする点はないとされた。電極と木製の水自筆に水を入れ、直接通電で米を炊く。 原始的な方式であるが、特に不具合は生じていない。また、炊事が知るものに限られることが不満の一つとして挙げられたが、これは改良する、側の両末省において、A 内のようなバラエティに富んだ、副食物を休するものではないと一周された。なお、設備と食料がある程度整っている、駐屯地や A 内では、軍隊調理法に記されているレシピをもとに、 多種多様で贅沢な給食が調理され、商兵に食されるが、演習地や戦地の最前線では、簡易食である、半合水産用の米、パ板、缶詰、食塩の携帯香料が使用されていた。そのため、第一線の商兵からの本社に対する、この高評価につながった。他、積雪時にも行動能力を与えるためにチェーンを装備する用具シーンが行われている。 ありがとうございます。